ストレートエニアグラム MS 招待二等編の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日はですね、タイプ1の健全度の紹介をさせていただきたいと思います、はい。例によってドン・リチャード・リソさん性格タイプの分析、エニアグラム9つの性格診断、あとはエニアグラムで分かる9つの性格タイプをもとに紹介させていただきたいと思います、タイプ1、基本的な情報としましてはですね、タイプ1、心の奥底にある欲求としては、自分自身が完全でありたいという欲求を持っていました、自分自身が完全であるというのは、欠点がなく間違いを起こさない、道徳的にも論理的にも正しい人間である、っていうのが心の奥底にある欲求、のために、価値判断の基準としては、物事の道理、道理に照らし合わせて何事も正しいか正しくないか、良いか悪いかっていうことで判断しますと、なので自分の外に価値観や判断の基準を求め、自分がやりたいっていうことよりもなすべきことがある、道理に沿ってなすべきことがあるんだ、っていうのが価値判断の基準ですと、なので、人との付き合い方としましては、このタイプ1というのは、合理タイプで融和、なので周囲の人たちとの協調性は重んじます、融和タイプなので、融和タイプ、そこも整理、正しいか正しくないか、なるほど、なのでその周囲の人との協調性ということなんですね、協調性を重んじ、自分勝手なことや自己中心的なことはすべきでないと思ってます、よくこのタイプ1はべきっていうのが出てきます、何々すべきと、すべきではないっていう、なので誰にでも平等公平に接しようとしますと、で物事の受け止め方としては、感情を交えないように物事を受け止めようとする、合理タイプなので、で起こったことをなるべく冷静で客観的に捉えようとして、全ての人にとって納得いく解決法を考えようとしますと出ています、で、いつもここで幼児期の原点っていうのを紹介させていただくんですけども、幼児期の原点としましては、父親もしくは父親的な人物と否定的に結びついています、タイプ6は肯定的に結びついていました、タイプ7は母親と母親と否定的、タイプ3は母親と肯定的、でここは、父親と、タイプ1は父親もしくは父親的人物と否定的に結びついていますと、タイプ1は厳格な道徳的禁止を課せられて育ちましたと、でこれらの禁止や宗教的道徳的な戒律、論理上の理想は長自我の中に内在化されて、もし教え込まれた規範に従わなければすぐさま罪の意識を感じますと、でなのでこのエネルギーの大部分は罪を犯すのを避けようと努力したり、自分の違反行為による在籍感、罪責任感、在籍感に対処したり、間違いを元に戻したり、自分に報復を加えることに費やされると出ています、で厳格な父親に対し否定的に結びついていますと、なんで結構きつく言われたんですかね。僕もきつく言われましたけどね。あ、タイプ9 タイプ9、タイプ8のやつに。なるほど、それをどう感じ取ったかっていうのは、やっぱりその、いろんな本で挙げられているんですけども、生まれつきで、これはどこかで紹介させていただきたいなとは思うんですけども、生まれつきの根拠としましては、リソさんも生まれつきって言ってましたよね。で、根拠としてはそのホルモンの説明がよくホルモンバランスで決まるって言われるんですけども、セロトニン、ノルエピネフリン、ドーパミン、この3つが高いか低いか、ニュートラルかっていうバランスで、その感じ方が変わるなんて
そこでこう起こりやすくなったり、こう楽観的になったり、この麻薬でも同じ効果があったりするじゃないですか。まあそのすごいテンションが上がって、アッパーになるのか、そうそう、ローになるのかっていうやつですね。うん、っていうのがあるので、まあ、そういう脳内物質も関係しているとは思うんですよね。そうですね。生まれ持ってね、はい、うん。っていうのはまたどこか別の動画で紹介したいと思うんですけども、はい、うん、っていう、まあ、生まれつきで、うん、そういうふうに父親と否定的に結びついて、うん、厳しくで厳しくじゃあらねばっていうところなんですかね。うん、まあ多分いろいろ加わって、多分そういうタイプの人が親父と会うとそういう感じ、そういうことを感じるみたいなところ、はい、で、そのタイプ1の健全度、うん、で健全度としましては段階1、うん、あ、ちなみにタイプ1は、うん、統合の方向は、タイプ7、うん、分裂の方向はタイプ4になっていきます、うんうん、でタイプ1の健全の段階1としては、うん、賢い現実化、うんうん、寛容とあります、うんうん、ようやく寛容、はい、許せる、まあ、ようやくって言うなって話ですね、うん、申し訳ございません、ようやくではないと思うんですよ。この辺でも多分寛容に慣れてるとは思うんですよね、はい、完璧な寛容ですよ。もちろんタイプ1は、融和タイプなので、うんうん、我慢はしてると思います、うん、寛容であらねば、寛容であらねばって思ってるから怒らないようにしてるけど、そのイライラが外に溢れるからピリピリしてる感じが、はい、ただもうここまでいくと多分そういうのは感じないレベルっていうことですね。うん、多分この健全に入れば、はい、その辺はもう感じないレベルだと思うんですよね。はい、で段階1、賢い現実化、うん、寛容、うん、2段階2、思慮分別のある人、合理性、うん、3、規律のある教師、客観性とあります、うんうん、でここの通常の段階からやはりその、うん、タイプ1特有のとらわれの部分が出てくるんですけども、うんうん、4、理想主義的な改革者、うん、理想主義、うん、ちょっともう強くなってくると思います、うん、あらねばっていう、あらねばっていうのと、まあ、自分の理想を周りに押し付けてくる感が、はい、うん、で5、几帳面な人、硬直した論理、うんうん、硬直してくるんですね。多分自分のルールに固執していくってことじゃないですかね。6、断定的な完全主義者、うん、完全主義、完全ってあるんでしたっけ。完全はないですねっていうところなんですよね、うん、でもこの人はこの完全じゃないと生きていけない、うん、生きていけないって思っている、うんうん、で7、ここがもう不健全になっていきます、うんうん、7、器量な人、うん、不寛容、うん、8、脅迫観念にとらわれた偽善者、うん、脅迫観念、うんうん、あらねば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 なんですかね、うん、はい、で9、懲罰的な復讐者、過酷とあります怖いきつきついですね、うん、でこんなタイプ1の、まあ、だからこそ、うん、人間関係にもこじらせる特徴があると思うんですけども、こんなタイプ1のこじらせるパターンとしては、うん、つい他人に対して文句ばかり言ってしまう、うん、要はいつもイライラして、うん、文句や愚痴ばかり言っています、うんうん、この辺ですかね。この辺、理想があって、うん、それが膠着して、うん、完全主義、うんうん、なんで常に文句や愚痴ばかり言っています、うん、他人の机の散らかり方、うん、近隣の騒音、ゴミの出し方気になると注意せずにはいられませんと、うん、独善的で自説をくどくど述べ立てたり、うん、人に説教しようとしますと、うん、でちょっとした冗談なのに反応して、うん、冗談で言ったつもりなんですよ、うんうん、バーン爆発すると怒り出すことがある。本人は怒りを抑えてるつもりなんです、うんうん、くどくど言ってるのは、うんうん、でも周りからすると、うん、怒ってる、明らかに怒ってるじゃんっていう、で他人のことは決して許そうとしない、うん、っていうふうに出ています。僕の、まあ、器量な人です。僕の知り合いの、はい、まあ、よくタイプ1の例として出てくる人で、はい、この仕事をこう一緒に仕事をしてる人がいて、はい、この人に説教がいつも始まるんですよ、ね、はい、これはこうじゃなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないっていうのをくど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 く言って、はい、もうだん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 こういろんなところに広がっていくんですよ。
机が散らかってるやつは仕事ができないとか。なるほど。結構今僕に家が飛んできました。関係ないところにまで。関係ない僕にも飛んできました。ちょっと掃除始めようかなって。っていうのでこう周りの空気がだん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 こう重くなってきてみたいな。で、これは怒ってるんじゃないからねみたいな。なんとか君のために言ってあげてるんだからみたいな。大きなお世話。っていうのがこう始まるっていう。はい、なんでこの人間関係がこじらせる、うん、人間関係がこじれる原因としては、うん、タイプ1は人から批判されたくないという気持ちを持っています、うんうん、自分が完全な人間であれば人から批判されることはない、うんうん、なので常に完全であろう正しくあろう、うんうん、でするわけですが、うん、そうすると他人の至らなさがやたらと目につく、うん自分が完璧であろうとするがあまり、うん、人がやってないことがすごい気になる、うんうん、で自分が正しくあろうとすることは、うん、自分は正しい人間である、うんうん、っていう思い込みにつながって、うん、他人の穴探しが始まりますと、うん、そして自分が一番正しい、うん、自分が正しいっていう思いから、うん、他人の欠点を挙げつらってはしつこく非難しますと。本当にそんな感じです。そんな感じ、うん、で僕が知ってるタイプ1もそんな感じです、うん、後輩なんですけど、うん、ネチネチね1ですからね、はい、で自分が人から批判された時は、うん、即座に自分を振り返り、うん、もし自分が非があったと思えば、うん、私の間違いでした、うんうん、で反応して、うん素直に反省するんですけども、うん、すぐにでも誰々の方がもっと悪いことをしているとか、うん、あなただって、うん、っていう悪事を責め立てるようなことを言うことがあります、うん、結局自分が一番されたくないこと、うん、つまり人から批判されるということを他人に向かってやる、うん、でそうすることで人間関係が悪化していくでしょうと、うん、そうだからタイプ1の人は人を批判しちゃいけない、はい、あ言いたくなってもっていうことですかね。そうそう多分言いたくなった時にはこうここから下がってきてるっていう感じですよね。で先に言われてしまいましたが台本がないのでね台本がないんでね先に言われてしまいましたが、うん、こちらのこのティム・マクリーンさん、うん、いつもお世話になってますこちらの本でも、健全度が下がる時の注意信号としては、うんうん、全て自分が背負っているような気持ち、うんうんうん正さねば全て自分が背負っているような気持ちがしてきたら健全度が下がっていくサインですと、うんうん、もっと他の人に役割や仕事を任せる工夫をしてみましょうと、うんうん、なんで自分がコントロールせねばって思った時なんですかね、うんうんうん、なんでこの成長の方向としては先ほども申し上げましたがタイプ7、うんうん、リラックスして、うん人生が軽やかで満ち足りたような感じ、うん、だからルールじゃないですか1は1はルールで7はルール無視じゃない無視とは言わないですけど言い過ぎそうなんか思いついたことをパンパンやっていく感じじゃないですか、はい、楽しそう楽しそう、うん、自分の感情が主なんですよね、うんうん、多分感情が主だから楽しそうなことにこうどん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 チャレンジしていくでそこにはルールがなくてルールを作っていくぐらいのはそうですねさまざまな意見や可能性に対してオープンである、うん、っていうことですね、うん、でタイプ1がその落ちるときっていうのはストレス時、うん、タイプ4のマイナス面、うん疎外感が増して気分に浮き沈みがするとか、うんうん、っていうふうになってくるので リラックスしましょうタイプ7ですと、まあ、多分こうやって人を責めてるんで疎外感が出てくるんですよあそっちにそうですねそうそう、はい、こう人の注意ばっかりしてると周りの人もあの人嫌だってなってくるじゃないですかそうなんですよねその結果としてこうみんなが離れていくと疎外感が出てみたいな、まあ、どのタイプでもそうですよねこれ人に何かしようとしたら下がってるんですよあーなるほど、うん、人に何かをしようとした時は 人をコントロールしよう全てこうコントロールじゃないですか、まあ、全てのタイプが、うんうん、全てのタイプとはの独特なそうのコントロールの仕 方、はい、なので人をコントロールしようと思ったら多分こうどんどんとらわれていってるっていうね要は
ここにも、はい、この本にも段階後あたりから、うん、その対人関係支配の段階です、うんうんうん、このあたりから、うんその人が独自のやり方で、うん、特に他人、うん、周囲を支配しようとするうちに、うん、自我が膨張する、うん、なんでそのマイナスの方向に起こり、うん、タイプごとの防御機能が働いてくるっていうのが大体このあたりからですと、うんうん、で落ちていくとやっぱりその欲するものに自分がどんどん負けていくっていう囚われに落ち込んでいくと、うんうんうん、はい。なんでやっぱりその人に影響力を与えたくなった時っていうのは落ちていく、そうですね、うん、あまりよろしくない、うんうん、結局こうそうやって例えば9だったら離れていくっていうのは離れ自分はこう人が離れていくのは嫌だから離れていくっていうことを自分がして自分がやられて嫌なことを相手にする、はい、だからもうあなたは知らないってこう縁を切ろうとするみたいなのは、はいはい、そうやって相手を傷つけようっていう働きかけ嫌なやつ嫌なやつもうあなたのことはもう知らないってそうですねっていう人にそうですね、タイプ6は仲間外れにされたくないから仲間外れにするっていう話ですよね。そう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 、はい、でそうやって人をコントロールするでそうやって相手を後悔させようとするわけじゃないですか、はい、多分自分と同じタイプだったら後悔するみたいな嫌な思いをする、はい、で人をコントロールしようとしたら多分下がってるっていう証拠ですよ、はい、でまあこれを知ることで、うん、いかんいかんと、うんうん、ちょっとメタ的に、メタ的に見ることができますもんね。もうそう、冷静に、あ、これ下がってるなって。今人を動かそうとしているっていう。うん、その瞬間出てこればいいですよね。まあ、なかなかまあ、なかなか何年もかかるんでしょうね、うん。はい。トレーニングですよね、きっと。でもまあ、まずは知るだけでも。うんうん、はい。そう、10回に1回ぐらい思い出すかもしれないですね。あ、それが伸びていくと。まあ、一度選手レベルでは3割ぐらい、うんうん、3割ぐらい、はい、にはなるかもしれない、はい、っていうところで、うん、今日はタイプ1の健全度、はい、うん、これで一度その健全度のシリーズが、うん、一通り終わって一通り終わりましたと、うんうん、でまた次このシリーズ、うん、ちょっと考えてですね、はい、また、うん、紹介させていただければと思ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。